ミネベア三美軽井沢本社工場。敷地面積はおよそ17万6000平方メートルで、東京ドームおよそ4個分にもなります。主力製品のボールベアリングをはじめ、航空機に使用されるロッドエンドベアリング、ハードディスクドライブに使用されるスピンドルモーター、ファンモーターなど、さまざまな製品を開発製造する総合精密部品メーカーです。中でもミニチュア小径ベアリング、ハードディスク用ピボットアセンブリー、リチウムイオン電池用保護 IC の製品は世界シェアナンバーワン。高精度高品質なものづくりで社会に貢献しています。ボールベアリングとは、機械に使われている軸を支える部品のこと。回転で起こる摩擦をゼロに近づけ、より滑らかに回転させるための重要な部品です。またこのボールベアリング、外径が22ミリ以下のものをミニチュア小径ボールベアリングと呼びます。用途は家電製品、ゲーム機から自動車、航空機、さらに医療機器などの幅広い分野で使われていて、省エネ、SDGs の面からも社会に大きく貢献しています。ミネベア三美では、社員やその家族をサポートするさまざまな施設や制度があり、福利厚生が充実しています。独身寮や社宅などの住宅支援はもちろん、豊かな生活を支える資産形成支援制度など、またこちらのクラブハウスではレストランやフィットネスジムを備え、レストランは手頃な価格で使用することができます。仕事が終わった後には、体を動かしたり、社員同士がコミュニケーションを取ったり、仕事の疲れを癒すリフレッシュ空間となっています。またこのクラブハウスやショールームの照明には、ミネベア三美製品のサリオが使われています。サリオはスマホで向きや光量が簡単に操作調節できる照明です。クリーンルームで仕事に打ち込むのは、組み立て家の小平さん。小平さんは世界最小のベアリングを組み立てる高度技能者です。入社8年目とまだ若手ですが、高い技術と知識を身につけようと日々の仕事に取り組んでいます。これからも世界が驚くような開発製品に携わり続けたいので、さらに組み立て技術を磨き、知識や自信を身につけ、必要とされる人材になることです。わからないことがあれば、上司や先輩、あと仲間に相談して知識を蓄えていくことです。またまだまだ勉強中ですが、ハイレベルな製品作りにどんどん挑戦しています。まず製品開発からご説明しますと、我々の製品開発というのは、通常お客様からのご要望を受けて製品開発をスタートします。ですが、今回の製品というのは、我々は自分たちの技術を磨くために、技術的なチャレンジから開発した製品になります。我々はこれら技術をですね、今このテクノロジーセンター、あと工場見学というのを、小学生中学生に向けて社会科見学ということで開放しております。ですので、こういった我々のベアリングを使ったハンドスピナーですとか、こういったリーフレットですね、これを小学生、中学生の皆様にお配りしまして、我々の技術、あと製品というのを理解いただいております。そうすることで、将来的に技術者を目指すような人材育成につなげていければというふうに考えております。